クライゼン縮号は二分子のエステルが塩基の存在下に縮号反応して β、ケトエステルを生成する反応である。本反応を1881年に初めて報告したライナールトビヒ・クライゼンにちなんで命名された。最近、ルイス酸を用いる初めての方法が報告されている。これは従来の塩基法に比べ強力であり、低温、高速、高周率で、 交差が手反応も可能である。エステルのカルボニル元のアルファイの水素が塩基により引き抜かれ、エノラートが発生する。このエノラートのアルファイ炭素がもう一分子のエステルのカルボニル元に嗅覚付加する。アルコキシ元が脱離してカルボニル元が再生し、ベータ、ケトエステルとなる。分子内に二つのエステル結合を持つ分子では、 分子内で暗い全縮合が進行し感情の β、ケットエステルを生成する。この反応は特にディークマン縮合、またはディークマン肝化と呼ばれる。シュトッペ縮合は、それほど強くない塩基を使って、琥珀酸のジエチルエステルを特異的に収縮する反応である。例えば、ベンゾフェノンとの反応がある。反応機構は、ラクトン中間体を介して、 カルボン酸が生成すると説明される。ありがとうございます。